おお、すごい音、ほんで。え、若干ラグいな、ほんで。さあ、皆さん、待ちに待った、待望のレリー記念研究所。え、ちょっとラグいな。屋内マップ、ちょっとラグいな。屋内マップ実装ということで、はい、モバイルにも、レリー記念研究所が登場しました。早速、これは新キラーって言ったらいいかな？アーティスト、若干ラグいっすね。アーティストを使ってるんやけど、ちょっとだけカクカクしたりしますね。さあ、早速使っていきましょう。で、今回、板壊しとったんか。板倒しとったんか。で、今回は、あのアーティストね、早速新登場したアーティストを使っていくんやけど、これボットかな？ちょっとね、ランクいかずにクイックマッチやったんですけど、ボットの可能性もあるね。まあ、まあ言うたら、まあゴリゴリの解説ってよりかは、マップね、新マップ楽しむって感じでやっていきましょうか。で、アーティストは、こんな感じで、発電機にね、遠距離からプレッシャーをかけれる。キラーになってるんで、カラスをね、こんな感じで、遠くから撃ってあげると。これ多分、ボッティやね。ボッティな予感しますね。で、持ってきたパーク、早速ね、新登場した、共鳴する靴、そして死人のスイッチ。で、今回、ナーフ入ったんですけど、破滅も持ってきてます。で、これらのパークとめちゃめちゃ相性がいいんですよね。まあ、要は、その遠くからサバイバーに対して、そのプレッシャーかけれるんで、このカラスを使ってね。ちょっと 何してるん 何してんの君らは。なんで、自分が直接発電機を蹴らなくても、その発電機に対してプレッシャーできるような、まあ、死人のスイッチであったり、共鳴する靴、そして、破滅とは相性がいいってわけですね。まあ、ちょっと破滅の効果がね、200%抗体から、まあ、100%抗体にナーフされちゃったんで、まあ、ちょっとね、以前ほどのパフォーマンスはないんですけれども、まあ、十分使えます。お見せできますかね。こんな感じでカラスをね、当てるとダメージが 当たらなかった。遠くちょっとうっすら見えると思うんですけど、サバイバーにカラスをぶつけたら、カラスがサバイバーにくっつくんですよ。で、カラスがくっついた状態にもう一回カラスを当てるとダメージ判定あります。ちょっと俺、悶絶の効果を見ずに、試合しちゃったんですけど、多分これ、ナーフされる前の悶絶の効果ですね。やったらめっちゃ強いですね。効果、説明しておくと、待てよ、これ。当てたいな。こんな感じで。当たれ！くそー！でね、カラス当たらんくても、近くに飛んだらこんな感じで殺人鬼の本能でね、場所を教えてくれます。で、結構クールダウン長いんで、あんまり撃ちまくるとね、まあ、次、撃てないよっていうのになるから、まあ大事にいった方がいいですね。さあ、残りフェンミンだけなんやけど、ちょっとこれクイックマッチでやったら、ボッティやったね、これ、まさかの。レリー記念研究所のオファリングなかなか出えへんから、もう必死こいてやっと出したのに、まさかのクイックいったらボッティっていうね。お、見えた見えた。この構成はね、多分なんやろね、組める人はね、めちゃめちゃバランスのいい構成なんで、ぜひやってみてください、この構成で。さあ、ペンミンちゃん見つけていこうかな。どこ行くねん！せっかくなんでカラスで行きましょうか。こんな感じで、やっといて。はい。あ！でね、顔面からこうやって受け止めることできるんですよね。はい。ということで。まあ、こんな感じで。まあ、言ったら、板を塞ぐみたいな置き方もできますね。板を塞ぐ、窓枠を塞ぐみたいな。さあ、まあ、僕は本家でもプレイしてたんで、まあ、このレリー記念研究所に対してすごい違和感やあれはないんですけれども、スッと入りましたね。最初だけ、初動だけちょっとラグかったけど、あとはスイスイですね。いやー、
ハイボーの屋内マップ。モバイルでこのクオリティ遊べるのはもう、最高ですね。まあ、ちょっと、一発目ということで、まあ、どちらかっていうと、まあ、解説を入れるってよりかは、自分自身が楽しむっていう感じの動画になっちゃった、まあ、試合になっちゃったんですけど、いやいいですね。で、マジでこの構成おすすめなんで、一回やってみてください。うん。まあ、破滅は好みなんですけど、悶絶のフック共鳴する靴と、死人のスイッチはもうめちゃめちゃ、この、アーティストと相性いいんでね。で、まあ、基本的な戦術としては、サバイバーを一人フックに吊るして、そこから、発電機、キャンプ、遠距離からしていく。って感じになります。まあ、このキラーもめちゃくちゃキャンプが強くて、まあ、死人のスイッチと相性がいいんでね。まあ、そんな感じの戦術になってくるのかなというふうに思います。まあ、ちょっと操作感難しいけどね。若干。慣れればいけるかな。はい。まあ、そんな感じで。まあ、初めての。ちょっと、試合内容的には、多分、ボッティやったんかな。ちょっと、なんとも言えへん結果やったんですけども。はい。新しく実装されました、レディー記念研究所で、はい。新登場したキラ、やってみました。最後までご視聴ありがとうございました。